Z さんさん、非常にプレッシャーいってみたいと思います。119,000キロ、平成16年式のネットですね。ブレードがバージョンの ST になります。ブレンボキャリパーが入って、革シートがついたグレードで、まあ、Z の中では一番上のグレードといった感じですね。で16年式なので、まあ大きな括りで言うと、前期のモデルといった感じになります。回転数でいうと2000ぐらいの回転数なので、まあ、とても静かですね。だからこのマフラー上回すとですね、結構いい音します。 NA の、すごい甲高い音がしてきて、さらに上の方まで行くとなんかちょっと割れるような感じの音ですよね。まあ、Z は結構そういう音になりやすくて、マフラーの種類によってはなんかフェラーリサウンドみたいな、そんなようなマフラーも出てるぐらいですからね。トンネルの中とかで上まで回したらすごい気持ちいい音を奏でてくれるじゃないですかね。で、駆動系、まずミッションに関しては、まあ、今4速までですけど特に違和感はないですね。ガリッという感じもないですし、普通に入ります。で、クラッチのつながりもなんか滑ってるような感じもないですし、上の方っていう感じもないですね。こう踏んでもちゃんとついてきますね。まあ、Z のクラッチはね、純正でも比較的ちょっと扱いづらい、感じなので、まあ、免許取り立ての方とか久しぶりマニュアル乗る方っていうのはちょっと癖ありますけどね、まあ、慣れてしまえば大丈夫です。これは、前後にね、ユーラスのエアロが入ってという感じで、まあ、ヘッドライトとか、テールレンズとかも変わってますからね。なかなか見た目にかっこいい Z ですよね。やっぱ Z はね、ノーマルじゃなくてやっぱカスタムして乗るっていうのがいいですよね。サイズってところもあって、いいっていうほど良くもないですし、別に悪いっていうほど悪くもないっていう、まあ、そんな感じですかね。